皆さんこれ戦争が始まる前ですよ。アメリカの戦争総力は日本と比べると100倍か無限と書いてあるのよ。その電報はアメリカの電報解読部隊に真珠湾の1年と3ヶ月前に破られてたのよ。だからアメリカのルーズベルトから見ると日本はどこをどう動いてるかもう全部わかってるわけ。でどうせ真珠湾に来てんだから。 あの新庄健吉という日本陸軍の非常に優秀なスパイですよ。で彼はこのスパイを新庄はあっちこっちこんなんじゃなくてアメリカで発表されてる統計の本をいろいろ集めて生産力は鉄は石油は小麦は。 そういうことをダーッと調べたわけ。新庄はニューヨークにいて、三井物産の小さな建物の小さなお部屋を曲がりして、そこでやってた。で私が新庄を非常に高くするのは、あっちこっちに盗みに入ってないわけ。公に出版されてるものを読み込んで、戦争が始まる前ですよ。日本とアメリカの戦争力、総力を 調べるわけですよ。で、新庄は、レポートを書いて、アメリカの戦争総力は、日本と比べると、100倍か、無限と書いてあるの、ね、よ。それで、新庄は、このレポートを、日本へ帰る大,大使館に渡して、大本営に渡してくれ。大本営はそれを受け取ると、何 大和魂、こいつ分かってないのかの話です皆さん、100倍か無限と書いてあるのよ。石油がそうだろう、鉄がそうでしょう、無限ですよ。それで戦争したい大本営は、このレポートをどっかに置いとけ。読みたくねい見たくない。<music> その電報は、 アメリカの電報解読部隊に、真珠湾の1年と3ヶ月前に破られてたのよ。だから、アメリカのルーズベルトから見ると、日本はどこをどう動いてるか、もう全部わかってるわけ。で、どうせ真珠湾に来てんだから、もう来たからだーっと降りてきて。そうすると、真珠湾にいた最新のアメリカのあの、航空母艦2隻。 もちろん日本はこれを潰しに来て、沈めるに来てるんですから。はい。この一席ずつ、それぞれミッドウェーに行ったり、ガム島に行ってるわけ、二日前に。だから、あの、有名で素晴らしいゼロ戦が、日本の航空防艦から出て、新城にガーッと降りてくるわけですよ。その時のアメリカ大使館は、まだ暗号を、 手書きから清書して、アメリカの国務長官、コーデルハルにお渡ししなきゃいけない。もう、冷やせどころか、油汗ですよ。血の汗出してるわけ。野村も、クルースも、それからそれを担当してた野村という、初期間、初期、一等初期間。 で、真珠湾バンバンってやられて、2時間遅れて、春のとこに持っていくわけ。そした春はもうすでに知ってましたから、日本攻撃するの。真珠湾にあった第一次世界大戦の古い軍艦を犠牲にして、それて卑怯な言うジャップとか言ってるわけですよ。だからもう歌舞伎役者になって、 野村と来栖はブルブル震えてやっと宣戦布告を出してとっとと出て行けと追い出されち大本営は宣戦線布告なんかしなくていいじゃねえかもうガーンと攻撃してやってまえそうすると外務省の,あの当時は東郷さんですが 東郷外務大臣が、ちょっと待ってください。それは、あまりにも国際法に違反しますから、せめて、宣戦布告はやってください。で、大喧嘩して大メモになって、することになった。そう、大本営はしたくねえから、ギリギリ、真珠湾が完全に、飛行機が入れる、いわゆるゼロ戦ですよ。爆弾落とす前、入れる、 この30分ぐらい前に皆さん極秘電報14枚13枚は早く送って14番目いわゆるそこにもうお話はしたくありませんでこんな状態になったのはあなたアメリカの責任ですっていうのを送るわけところがこれが延々と来ないんじゃ朝になってすなわち 湾攻撃のアメリカのあの12月7日の朝になって日曜日そうそう大使館の書記たちはさ長年の監修でボーっとしてんねん日曜日アメリカ何も起こりませんから何も起こらない日曜日は休みですかキリスト教のお休みですかそれでいろいろ見てたらさ緊急とかなんとかいろいろ 皆さん、電報は、実際の電報は、紙で言うと、これぐらいの大きさです。A4 ちょうど半分ぐらい。これに、数字と、大文字のアルファベットが、ダーッと書かれてる。これ、機械にかけなきゃわかりません。それで、びっくりしちゃって、機械にか,か,かけて、そうすると日本語で出て、 出てきますから、これを英語に直して、手書きでいいんだけど、日本人ですから、英語に直して、それをタイプライターで聖書して、正式に見えるようにして、大使がサインして、これをコーデルハル国務長官に手渡したとき、皆さん、新人湾攻撃を終わってて、その後2時間後に出したんだよ、これを。それはアメリカ、もう、 最高のギフトですよ。日本ようやってくれた嬉しいな。じゃあこれでアメリカ国民が大反対してた海外での戦争。ドイツのヒトラーにやられたイギリスのチャーチル。これも助けるの嫌だというアメリカの雰囲気。70%が海外ともう絶対に私たち戦争かかわりません。第一 一次世界大戦を忘れたんかどれだけうちの若い者たちが死んでいったんかだからルーズベルトもう大弱り探してんじゃ一種で言い訳をどっか入るとこねえかな入るとこねえかなか日本が中国で手こずってるから中国にちょっかい出してお前中国から早く出ていけ満足出ていけもう上海なんか攻撃やめなさい あと日本の大本、皆さん、あの時おかしかったね、軍隊も。どんどんと格化してきて。それで、連合、アメリカの連合艦隊が集まってるところ、パールハーバー、真珠湾。そこの戦艦や航空母艦を壊滅させると、アメリカ太平洋に出てこれねえだろ、う、しばらく。 皆さん、ま、まさかそんなことを考えてたのまさかじゃねえ考えてたんじゃんで、真珠湾やろう、真珠湾やろう。で、真珠湾やりますよという、あの、会議が、天皇陛下、昭和天皇ですよ。天皇を前にして、午前会議っていうで、軍の大物が出てきて、総理大臣登場悲歴で、何時何時に、 外交でうまくいかなかったら攻撃します。皆さんよろしいなよろしいなで天皇陛下は、できるだけ外交を使ってやってください。はい。もう外交なんか誰もやりたくない。2回目、何日ん日にやりますよ。日本時間の12月8日、何時何分。 よろしいかよろしいかみんな、当時の内閣みんなやりてえから反対ない。二回目。三回目の午前会議で、皆さんごごやりますかよ,よろしいか反対ありませんね反対ありませんねえ天皇は二回目と三回目、一言もおしゃべりされませんでした。それで、合で、 海軍は戦艦大和を作るわけ。鉄がないときに。海軍は素晴らしい戦略で、まあ、しちゃいけなかったんだけど、戦略で航空母艦にゼロ戦を乗せて真珠湾攻撃。軍艦なんか使ってないんです。軍艦が真珠湾向けて 巨大な大砲を撃ったんか撃ってません。飛行機で爆弾落として。で、日本にあんまり残ってない鉄を戦艦山和で作り。それから次は戦艦武蔵を作り。もう鉄ないじゃん。なんであんなことをやったのか。日露戦争で、 イギリスに注文して作ってもらった日本の軍艦を,ともうを全部メイドインイングランドです。で特に、ミカサってありますが、東郷平八郎が持ってた機関ですが、それで圧勝するわけ。バルチック艦隊を潰し、あのウラジオストック艦隊を潰し、もう 軍艦で圧勝したわけじゃこれがすり込みになっちゃって、もう時代変わり、飛行機の爆撃機の時になっても、巨大な大和を作っちゃって、武蔵も。山とが軍艦としていかに優れているか。それを今でも延々と自慢してる人がいますいや、確かに優れてましたけど、お前戦争をやってる時 あの軍艦何の役にも立ってねえじゃねえ今日は最近読んだ本で非常に感動したというよりも「おこういう本が世の中にあったのか」という本です。でこれは1 9 4 0 三年に戦争中、もう戦争が負けそうな戦争中に、朝日新聞の特別に優秀な中野五郎ですが出版した、祖国に帰るという、皆さん、昔の紙、こんな色になるんだ今。これについてちょっとお話しします。中野五郎は、 日本が真珠湾攻撃した時に、した朝に、日曜日の朝に、アメリカの日曜日ですよ。ワシントンの日本大使館の近くにある教会で、葬式に出てる。この日曜日、1941年、 12月7日アメリカの日曜日日本の8日ですよ中野はキリスト教のキリスト教であった皆さんこの人朝日新聞本当に優秀な男でしたそれでもう一つはあの英語はよくできるんで 朝日新聞の,あの外務省担当に送り込まれるそうすると世界中の有名な新聞の有名な記者たちが外務省での記者会館に出ていろいろ質問して「中国どうなってるんですか?」とかでその後12時前に記者会見が終わるんで。 あの、記者たち10人ほどは、そっから、帝国ホテルや東京の帝国あそこへ行って、今の建物じゃないですよ、昔の建物。そこへ行って、昼のカクテル飲んで、昼食食べて、またお酒飲んで、で、みんなで、あの、大喧嘩をするほど、喧嘩してるんじゃないですよ、討論して、ケンケンガクガクでやってるわけ。で、その時に、 そこにいた記者の連中と一緒に飯食ってた一人ではドイツから来た記者でこれも優秀あのリハルトゾルゲってういうゾルゲって聞いただけでちょっと歴史を信じてたら手が震えるぐらいおとろしい男ですよでゾルゲが一番論が立ってゾルゲはドイツの博士が思う論が立ってみんなで ドイツ当時皆さん、圧倒的な力ですから、ドイツの国威があってで、ゾルゲみたいな優秀なやつがドイツの新聞から派遣されて、それで中野五郎とゾルゲは、中野五郎の言葉に言わせれば、あの、非常に仲が良かったと。今意でした。この本皆さん、日本全国に何冊あるの <laughs> こ,のこれは私がマークしてるところですけど4冊あるわけ皆さんそのオリジナル1冊見てるわけ4冊あるのは日本の大学で大学の図書館で小樽昭和大学京都大学専修大学一橋そこに4冊あって5冊目はこれで5冊目の私この 本の貴重さ分からずにボロボロになってますけど著者のサイン五郎君のサイン大切にしなきゃここに出てる船交換船ですよこれに日本人500名ほど乗って帰ってきました。 皆さん、こんなラッキーないよい。才能ある男が、ワシントンの大使館行ってて、新庄の葬式あるから、葬式出てて、そこでアメリカの憲兵みたいなのが出てる、山積してる将校の身元でしゃべってんじゃん。あれは、新庄が攻撃されましたから、さーっと二人出ていくんじゃですよ。彼 葬式の後、ああっと、おそらく警察に取り囲まれて、大使館連れて行かれ、しばらく待機してください。新聞記者で、そんなニュース運にられ恵まれたやつ、まあいるかもしれないけど、数少ないと思いますよ。ワシントン DC、アメリカの首都の日本の大使館で、 この男日本の大使館の行動を見て野村大使やクルス大使とで奥村一等書記と彼非常に仲が良かったんですご飯も一緒に食べてそれから日本に帰る間あちこち連れて行かれますけどそこでもみんな和気あいあいしてたと食べ物も非常によかったですと書いてあるずっと一緒ですだから あのワシントンで捕まりでニューヨークのビジネスマンも一緒のところに集められてこのグループを45060人ですがずっと一緒に動いて船に乗って日本に帰ってきましたこれ私全然知らなかったです大抵新人湾とかその前の 1> 1年前の話になるるるときき当当当たた普通だったら突き当たる本ですよ当たりますんでこれはもう,もうあのお岡崎君が探してきてこれ読まれたら面白いと思いますよっ読みでしたらザーッと終わりまで読んじゃってえっしかしこれはあんまりねえからなって言ったらその通りになそれで復刻版いわゆる文字起こしっていうのをやるわけです これもあの出版で特許みたいなんじゃん。期限あれがもうとっくに過ぎた本です。しかしさ。これを文字起こしにしようと。思ったことは素晴らしいですよ。いや皆さん、これあの普通の戦争の本じゃないです。言っときますが。何か新しいことわかるんか読まれたら分かります。 皆さん、例えば、食べ物、米一票、一票っての60キロです。何円だったので、女の人がパーマかけると、非国民、贅沢。新聞は、検閲されましたけど、検閲する方は、 軍の方ですけど軍は軍に関係するのは全部アウト。ところがいい一般の生活あんまり直接軍の力に影響しないと思ってますから出すわけですよ。例えば卵一つ何円何千アイスクリームなんかあったの そういうのを新聞読んだら、だハ出てきますよ、普通に。検出されてませんので。だからそこを読むと、例えば1941年の11月、12月、日本国民、どういう生活してたのか。皆さん、満州、上海のあたり、大前層やってんねよ。毛沢東と蒋介石を相手にして。そうすると、 食べ物を見て、家にはどういうものがあって、そういうことをちょっと知るだけで、生活の、私たち個人の生活の範囲がわかるわけ。本当に、ステーキなんか食べてたのか、あったのか。あの、いわゆる今の意でいう喫茶店。あの当時、スタバあったんか。コーヒー飲んでたんか。 え飲んでたのどっからコーヒー入ってきたのあの当時ブラジルかまさか東南アジアか今はコーヒー買えますかいろんなところそういうところと交易できるだけの船動いてたんか動いてないですし商船は全部帰ってこいって言われたのよだから世界中の7つの海で日本の商船動いてませんよ全部日本の海岸に集められて。 だから新聞読んでると、それは出ませんが、商船全部集まれ。しかし、ものがあったのか、なかったのかは分かります。それを知ってるだけで、私たちの判断がぐら、ぐらっと変わっていきます。<music> 自伝が一番危ないです。これ自伝じゃないですよ。 あの、俗による、なんか報告書みたい。自分のことについて書いてありますけど、やっぱり新聞記者ですから、自分をかっこよく見せようと思ってない最初から、できるだけ今見てる現実を正確に書いてるんじゃ。自伝の落とし穴は、自伝を書く有名な政治家や、 いろいろおら,おられますけど、自伝はいつか読まれると。あの偉大なるマッカーサーもこんなでっかい自伝書かれましたけど、彼言っときますけど、名文書きますから。自伝書かれましたけど、私ずっと読んでて、いや、非常に面白く。ところがさ、日本の占領になって、なんか雰囲気が変わるわけ、自伝の。 それで憲法9条になると、もう、個人攻撃をされてるかのような、ディフェンスですよ。で、私は何にも勝ったな、と、ああって言ってるわけれど、私、あの、アメリカのトップシークレットが公開された時の、マッカーサーの電報、こんな長い電報、5、6ページですかシングルスページで全部大文字で、これ持ってんじゃん。 で、真っサーの親分、なあ、お前こんなこと言ってん,ねんよ。もうこっち行ったんじゃ。だからそういうのがありますから、自伝を読むときに、どこまで本当かな。で、日本語で書かれた自伝で、私が一番よく書けたなと思ったのは、高橋恒清のロシア戦争の終わりまで。生まれたときから、 二冊で、あの、上下で。非常に勉強になりました。明治維新の勉強になりました。ところが、日露戦争が終わって、1906年から、彼何も書いてません。なんで書いてない誰と組んだの三井か大抵、日本の大物の政治家日本の財閥と組んじゃうね。 のの魅力か権力の魅力力力かは分か権はりませんそれで高橋惟清が後まあ総理大臣もするんですけど2.26事件で暗殺されるでその前はあの台湾で日本はコカインを作ってたわけ皆さんコカインだって体験されてないから体験しちゃだめ体験されてないから分かりませんけど アンデス山脈であそこの原住民が高いところで酸素薄くていろんな荷物を運ぶそうするとそこに生えてるコカコカの葉っぱを集めてなんか大きいチューインガムみたいんで噛んでその汁を飲み込みながらそうすると上が抑えられエネルギーが出て酸素の効率も良くなってそれで そっからできたのはコカイン。日本も1920年から30年にかけて、40年の初めまで。世界に出回ってる白物、モルヒネ、ヘロイン、コカインのことですよ。白いパウダー、メリケンコンな。それを一番たく、たくさん作ったのは日本。 世界に出回ってる90%はメイディンジャパン。麻薬ですよ。それで、コカインは、硫黄島で砂糖キビ作ってましたけど、あの、労働力の安いところがガンガン作っちゃって、日本の硫黄島の砂糖、高くて売れなくなっちゃって。で、やめちゃって。で、政府が、日本の学者さんたち、なんかいい他のものないか、うわ、これは、いうこで。 栽培するの皆さん言おうとったら玉砕の話で、のーの、そのずっと前。アンデス山脈で、コカの木が、言おうとで育つんじゃないでしょうか、って言われて。取り寄せて、植えたらすくすく伸びちゃって、大密林になっちゃって、コカを集めて、それを貨物船に乗せて台湾行って、台湾のコカイン製造をやらせたわけ。その時の社長、高橋惚力清。 いや、それ悪いって言ってんじゃねえけど。そうそう、高橋惠基も、あの、上下の自伝を書いた時の時と同じ男じゃありません。同じ人じゃありません。だから、権力と、金。これで、俺たち崩れていくのか。CIA が私を誘った時に年を、 人間には値段がここに書いてあって、どんな値段ですかっったら、マニー。それからセックス。中国で言うハニートラップ。それからステータス。権力のことですそれで全員落ちるんだ。だから、私のショックは、高橋惠紀は大好きで、いや、好きな人とさ、その人が後どういうことをやったか。 そこから嫌いになるわけねえんじゃん。皆さんも気をつけなきゃ。10代から30代までの、ある男、ある女大好きだったっ。ところは時代変わり、何が変わって、ここから、財閥についてお金持ちになっていった。癒しいやっちゃう。の、no。だからそれで、何ここまで好きで、ここから別の人別の人じゃねえよ。ただそうやって、 周りの環境で変わっていくんじゃ。だから試合それ知ってんじゃ。人間全部値段、マニー、セックス、ステータス。ミッドウェイはアメリカの作戦じゃねえ。本当のミッドウェイは真珠湾で日本営海軍は。 潰したと思ってんのよ。太平洋艦隊を。で、二世紀二十年。なんか、情報では、あの、ミッドウェイの後ろに隠れてるって。生き残りが、真珠湾の生き残りが。皆さん、ミッドウェイがあの当時有名だったのは、渡り鳥の基地だった。それで、海抜2、3メートルです。で、そこに、 真珠湾のアメリカの生き残りがいるから、俺たちが行って、もう壊滅。で、だー出ていくわけ。戦艦ヤマトも出ていくわけ。で戦艦ヤマトに、いそろく乗ってるわけ。ざーっと近づいたら、上に、厚い雨雲があって、敵どこにいるかわからない。アメリカは、 暗号を破ってますから、来るの知ってんじゃん。でもう着く頃だろうって、上偵察機飛ばしたら、厚い雲で見えない。で、ここからおそらく半分作り話。アメリカの偵察機が、ちょっと雲が切れてるとこを見たら、そこに日本の帝国艦隊が見えたと。それで無線で あの、ミッドウェーの本部に連絡して、ミッドウェーからウェーッと爆撃機が出てきて、二日間大死を繰り広げて、日本の大切な大切な航空母艦が二隻撃沈ですよ。一緒に死んだのは日本の卓越したゼロ戦のパイロットたち。 新珠湾で、まあ、勝って、ミッドウェイで壊滅されて、そこから日本、1945年8月15日まで回復しませんでした。ずーっと負け戦がついて、たださ、負け戦が続いてるのに、日本を戦って、それをどう評価するんです日本偉いのか戦闘心、山と騙しで戦ったのかそれで、 北海道から沖縄まで焦土にされて。なんで負けたって言わないの軍隊のおごりだろうそっからどれだけ何百万人死んだのよ。皆さん100万人ですよ。で、おそらくもっとそういうのもう戸籍なんかない。全部燃えてるし、残ってねえんだもん。 東京で残ってたのは皆さん、皇居と皇居の周りにあったビル。なんで残ったのよ。皇居の、皇居の周りのビルは、占領するときにアメリカ軍が使うから、残しといた。そういう大前をやって、それの、あの、真剣な、溝木がないのよ。 なんか戦争をやっては負けてえなーと何言ってんのよ。負けてじゃねえよ。何百万人の日本人が死んで、どれだけ日本国にとって悪影響を与えた、悪評判を作り上げた、あの戦争。いや、私はひどいと思ってますよ。未だにないのよ。財閥は、 どういう戦争やれていったんですか日本の製薬会社はどれほどアヤン・モルヒネ・ヘロイン・コカインを作って世界人に売られたんですかそれ誰も追求しないんじゃなんでご視聴ありがとうございます今ご覧いただいた動画は世界最高峰のシンクタンクスタンフォード大学フーバー研究所の西俊夫教授による最新研究を 分かりやすすいダイジェスト版ででお届けしたものです動画のフルバージョンと書籍「祖国に帰る」をお求めいただくには概要欄またはコメント欄のリンクをクリックしこちらのページからお進みください私たちプライドヒストリーは日本人に自信と誇りを取り戻してほしいという思いから日々情報発信を行っております毎回多くの方にいいねやコメントチャンネル登録をいただきとても励みになっております次回もお楽しみにお待ちくださいませ。 なお西敏夫のプロフィール詳細やフーバーレポートのお試しは下の概要欄から確認ください。